今からいいこと言います。フルグラとヨーグルト、先に入れるのはもちろんヨーグルト。フルグラ後掛け。なるほど、ザクザクしてる。これもフルグラの大正解。まだザクザク。カルビーフルグラ。今からいいこと言います。フルグラとヨーグルト、先に入れるのはもちろんヨーグルト。フルグラ後掛け。なるほど、ザクザクしてる。これもフルグラの大正解。まだザクザク。カルビーフルグラ。発見しちゃいました。まあ、なるべくできるだけでいいよ。そしたらできるだけ、大きいヨレを直してくれる。フルグラとヨーグルト、先に入れるのはもちろんヨーグルト。はい、本番いきます。はい、まスタート。はい、ではお願いします。はい、あ、素敵です。素敵です。スプーンもちょっと角度変えましょう。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。今回もすごく楽しかったです。なんかフルグラの CM いつもやらせていただくとき、すごいなんかファミリーのようなアットホームな、すごい落ち着く現場なので、今回もほっこりしながら楽しく撮影させていただきました。私もこのフルグラの CM 出させていただく前からフルグラがすごく好きで、いつも美味しく食べさせてもらってたので、今日食べるカットが結構いっぱいあったので、もう美味しいなってたくさん食べながら、はい、幸せな撮影でした。そうですね、やっぱりザクザク感が全然違いましたね。なんか私もいつもあのフルグラを入れてから牛乳かけたりヨーグルトをかけたりしてるので、逆で食べるっていう発想がなくて、初めてやったらもう全然ザクザク感も違いましたし、なんか最後の最後までザクザクを楽しめる食べ方だったので、はい、いいなって思いながら、はい、食べてました。いつでも食べてます。もう本当に、まあ、朝はね結構な確率で食べてますし、今日の朝も食べてきましたし、夜帰ってきてちょっと小腹が空いたなって時も食べたりとか、あとは現場中、あの牛乳とその何ですかね、入れ物というか、あの紙皿とスプーンだけあったら、あとフルグラを、フルグラはいつも車に入れてるので、それをよく現場にあの持ってって牛乳だけ買って食べたりとかも、はい、してましたね。あとは私は好きなのはアサイっていうアイスがあるんですけど、そのアイスにフラグラをかけて食べるのが、はい、お気に入りです。結構ドラマとかの撮影が続くと洗濯とかが結構毎日ねできないので、どんどん溜まってっちゃってどうしようって思ってた時に、あの最近何ですかね、予約タイマーがあったりとか、あと洗濯から乾燥まで全部いっぺんにしてくれて、携帯でも予約できるみたいな洗濯機を購入して、それにしてからめちゃめちゃ楽で、本当にとりあえず帰ってきて急いで洋服入れて、で扉さえ閉めとけば次の日携帯で何時に帰ってくるから、なんか何時に出来上がるようにセットしておこうって言って予約したら、帰った時にふわふわになってて、
あ、これはもっと前からやりたかったなって思うぐらい大正解だなって思いました。私家具が好きなので、結構部屋を模様替えをちょこちょこしたりとか家具を見に行ったりとかは多分するんじゃないかなって思います。自分のなんかやっぱ家の時間ってすごい大事なので、何をするにも自分が家に早く帰りたいって思えるようなお部屋にするために結構模様替えしてますね。私すごい涙もろいので、小学校とか中学校の卒業式は号泣でした。毎回幼稚園も号泣だったと思います。毎回友達と離れたくないとか、幼稚園の時はその先生とお別れしたくなくてずっとしがみついて号泣してたりとかそういう思い出がすごいありますね、はい、なんで普通に学校の卒業式だけじゃなく、今いまだにそのドラマとか作品がクランクアップする時とかもすごい寂しいので、基本みんなといっぱいハグして帰ってますね、はい。2024年はそうですね、でも昨年は、朝ドラから始まって本当にいろんな作品をやらせていただいて、すごいいっぱい吸収させてもらった年だったので、その学ばせてもらったことを今年は活かせるように、あとは何ですかね、いろんな役をやらせてもらって、なんかもっともっとやっぱり深く深くお芝居をやりたいですし、役と向き合っていきたいなってより思った去年だったので、はい、今年はもっと役との、そうですね、向き合い方を深く深く掘り下げて、また皆さんに楽しんでいただける作品をたくさんできたらいいなって思ってます、はい、でも本当に人生は一度きりだと思うので、一日一日を大切に、自分がやりたいと思ったことは怖がらずに、失敗も絶対自分のね身になると思うので、恐れずに、はい、どんどん前に進んでいただきたいですし、ちょっとでも気になることがあったりとか好きなことがあったら、それをたくさん突き詰めて、はい、楽しんで過ごしていただきたいです。私が出演させていただいているフルグラの新 CM は、誰でも簡単にできるフルグラの大正解を表現しています。ぜひ皆さん CM をご覧いただき、いつも以上にザクザク感が美味しいフルグラをぜひ楽しんでください。美味しいよー。